洋漁業の港として三重県でも指折りの南西町宿田祖中学校では、海で育つ少年たちのために環境を生かした産業教育を取り上げています。男子は漁網の繕いから難しいエンジンの構造に至るまで水産学校底の家の勉強と取り組んでいます。女子は缶詰やかまぼこなど水産加工を教わっていますが、島名物養殖真珠の作業は一人前になりました。カツオ釣りは遠洋漁業には欠くことのできない必修科目で、藁の模型をこしらえて一本釣りの練習です。小さな体で大きな獲物を釣り上げるのにはなかなか骨が折れるようです。中学校には PTA の協力で買い入れた実習船もあります。こうして教室で教わったことは自分たちの手で実際に一つ一つ身につけていくのです。カツオの一本釣りも海水が染み込んで重くなり、校庭の練習とはだいぶ勝手が違うようです。男子34人は来年3月卒業の日からカツオ漁に出かけることが決まり、就職難のこの頃みんなに羨ましがられています。